電動ファンを取り付けます。とりあえず羽の方向を揃えて接着しました。保持する部品をプラ板で作ります。先端を細く切りました。取り付けにくい場所なので慎重に位置を合わせます。瞬間接着剤を流し込みました。フロント内に取り付ける小さい部品を出します。これのキャップは黒いので色を落とします。フレームの角にぶら下がるように取り付けます。後からでは取り付けにくいので、クラクションです。モールドを少し追加しました。反対側はどうやら金色のようなので、筆で塗ります。タンクとフレームの間に接着しました。フロントサスペンションを接着してから、フレームを取り付けます。フロントサスペンションの上側のピポットがさっぱりしているので、プラ板でディティールを追加します。一応六角形のプラ棒を使いました。その他の小さい部品を取り付けます。このパーツの上面はメタリックレッドのようです。六角形のプラ棒を炙って少し伸ばします。炙っても六角形を保っています。穴を開けます。
ハンダを差し込みました。六角ナットは一度外しておきます。ここは透明チューブで作ってしまっていたのですが、メッシュホースのようなので置き換えます。メッシュホースのディテールアップパーツを持っていないので、そのように見えるように棒のハンダをヤスリがけします。これではラチが開かない。大きいヤスリ登場。いい感じ。一気に傷だらけ。合体させます。収縮チューブで連結します。後で先端に先ほどの六角ナットの部品を通します。ガソリンタンク上面に部品を接着していきます。その他、小さい部品を接着していきます。フロントカウルをロックするパーツだと思います。この部品はこの SVR にはないようなので取り付けませんでした。ここにはヒューズボックスでしょうか。カラフルな配線がたくさん並んでいます。作りましたが、ボタンのようになってしまいました。これを取り付けます。フロントカウルを取り付けて、ちゃんと閉まるか確認しておきます。ご視聴いただきありがとうございます。
ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。